豆乳買ってこようかなって豆乳がいい。あれですよ、ちゃんとここに置いて、あの水がこぼれない。絶対こぼれるでしょ、前後にぶれるからさ。いや、ぶれ、あ、そこだ。このネタ知ってますよね。知らない。知らない。え、知らない。豆腐店知らないですか。ブレイスも同じですから。セットコールさん初めてかな。セットコールさん結構難しい。でも、押せないでもブレーキが、本当に。ABS あった方がいいんじゃない？ ABS あった方がいい。ちょっとだけ。パクって言っていい？多分こんなかかんないぐらい。まあ。さあ、多分全然走れないと思う。っていうぐらい難しかった。初めて走った時は。特にバルセロナは難しかった。Right。オンにしててもリア滑っちゃうんですよ。あ、まだ冷えてる。最新のやつだったらもっとすごいちゃんとしてるんだけど、これ自体が古いからゲームとして、あ、そうだよ、ファナティックが出る前にできてるゲームだから。タロさんやったらすぐ分かりますけど、まだ1コーナーで多分普通にスピンしてると思いますよ。でもね、なんか意外と段差とか結構来る。そう、なんか路面のガタガタ感とかあるね。無駄にガタガタ多い。そうそうそう。でもトラクションとかもこっちの方が簡単。オンかオフみたいな感じ。そういう意味ではリアルなんじゃないか。我々素人にとってはこれとてもじゃないけど運転できないんだけど。してる次元が違う。うん、まあ、あのペダルが悪いせいでちょっとブレーキはコメントできないけど。だから本当に悪いよこれ。ちょっとハンドルが一番違います。リアリティとはかなり違う。もっとクイックに切れるってこと？もっとその角度に応じて車の、なんて言うんだろう、もっとリニアに感じる。そう、リニアに感じれる。これはもうなんか最初落ちてるとオンオフみたいな、切ってるか切ってないかみたいな、コントローラーみたいな感じ。で、どっちかというと F1 2019のがリアルな、どっちかといえば、ドキが完成されるまで新しいじゃないですか。うん、F1 2019はブレーキがやっぱり問題ですね。ABS かけないと走れたもんじゃない、うん、だし感じづらいし、まあでもこれもそれは別に変わらない感じ。逆
ブレーキングのフィーリングもステアリングから結構感じられる。そうね、まあ実際はケツからやっぱりロックしたらスッてこう加速するし、そういう感覚からも分かるけど、ゲームからだとやっぱりステアリングしかないから、そのなんか段差が増えるか動作が増えるとかっていう、そういう設定があればいいと思う。じゃあシートが動けばそれが感じられるからいい。それで何も分かるの。今見て僕の足、こうやって上がっ、かかとが上がると思う。かかとが上がってるってもう動力入ってないんですよ。ああ、かかとから行くから、かかとで踏むとか、もう一回蹴るって感じ。今なんかバスの運転手みたいな、上からブレーキ入れる。ここやけにウィープしないの。まあやっぱり F1 の方が、2019の方が完成度高い、フィードバック含めてってことね。うん、全然。まあトラックモデルもちょっと荒いし、画質が、まあ、多分みんなが思ってるのとは逆というか、アセットコレさんすごいってみんな思ってるから。あ、そうなんですか。単純にやっぱコントロールするのが難しいからリアルなんだろうと思ってるのと、プロのレベルでいうと全然普通にコントロールできるってこと、ね、アシストオフでも。別になんかこれがすごい低本で作られてるようにはなんとも感じない。実写はもっと大変だ、実写コントロールするのは。はい、じゃあアイレーシングもね、時期にやれたりして。アイレーシングね、グランツ、グランツやっちゃう。はい、グランツはやったの、この間どっかで、うん、1回もやった、ここだけ。福住家でもやってなかったの。うん、やってないです。もう2年もやっぱアイレーシングが、まあ、ああいうのに比べるとね、多分アイレーシングがいいですよ。アイレーシングいいんだ。さあ、じゃあスーパーホミラでバルセロナか、鈴鹿か。鈴鹿がいいんじゃない、デグナーでクラッシュ。本当にクラッシュするかどうか。誰がするか。鈴鹿ね、リアルさ。トヨタ、え、何、どっち、スーパーフォーミュラ、スーパーフォーミュラでいいんじゃない。 F1 にする、まあ、どっちでも両方やってもらってもいいけど。これ SF19 じゃないですか。19っすよ、12号車の方。12号車の、12なんですか。 12号車のドライバーさん、怪我ありません。あー、どうぞ。あんなにステアリング切らないもんねと思ってんだけど、走ったらこれめちゃめちゃ切らないと思わない。ちょっとつけて、まあ、トラックマップがちょっとチープ、単純。何がベタッとしてるってこと。そうね、こう路面が大味っていう感じ。こんなになんか車のベタッと動きしない。エンジン壊れた、今デグナー行く前に壊れた。ああ、全然この間乗った印象と違うかも。あ、そうなの、ステアリング変わると。これもなんかステアリングが荒い。その僕が感じたのは、その中央部分の反応がすごい鈍いなと思ったんだけど。中央部分って、そのステアリングセンター付近の、切っても全然変わんないなと思って。いや、なんか変わりづらくて、突然変わり始めた。そう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 。で、それはアセットクラスもあったんだけど、こんな感じがする、ちょっと。それをね、調整できないんだよね、ゲームの中では。だから、グランツーリスも正式対応のステアリングだったらできるのかもしれない、それは。なりながら走る。こんなにスピード出るの、ホンダだから出るんじゃないですか。
こんなだから。実際走ってるともっとガタ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 してるわけでしょ。ベタガタガタはしてないけど。そこまでしないんだ。ちょっとコース違うね、これ。どこが違う？ミスジのなんか、あの曲がり方は一緒でしょ？違う。2017年以降に改修されたかな。上でもファンってかけると全然わかるね、やっぱね。あーゲームの詰め具合細部の情報がもっとよりわかりやすくて、それはやっぱ新しい2019のがよくできてる、まだその辺の情報が多い気がする。ハンドルからはね。じゃあグランツリスモもそういうところがよもっと良くなれば全然フィーリング違ってくるかもしれないですね。このベタっとした挙動はこんなもんなんですか。でもっとこうファイトしてるけど、これベタっとしすぎた。確かにトラクションの時もふわーってのぺーとして何も起きない。実際はやっぱもっとこうワンワンって暴れるたりする、うん、で今石コーナーこう切った時もなんかこれで曲がるのか、うん、っていう感じ。あ、曲がるんだって、こんな感じ。これでやると最初のなんかこれ1コーナー切った時逆にスタリング軽くなるでしょ。130R とかも軽いって。それは何なんだろうね。確かに普通はスピードが出れば出れば逆に重たくなるけど、そういうちょっと謎なところはあるっていう。デグナークリアしました。デグナークリアしました。得意だから攻めすぎちゃう。いや、マジで得意なんですよ。でも実車みたいに暴れるだと普通の人は運転できないんだろうね。いやでもゲームとしてはこれぐらい。それは実車は限界で走ってるからオーバーステアとかアンダーステアが来るけど、それで暴れじゃないですか、うん、でも普通にその限界以下で走ってたら全く暴れないですよ、実車は。ここはなんか挙動がおかしい。野尻選手は遠赤があんまりこう実車ほど跳ねないっていうのね。あ、実車だったらもう遠赤乗らなくないですか。遠赤乗ったらもう全然アウトみたいな。それこそデグナーの1個目とかもこれだったら乗っても全然大丈夫みたいな。あ、そういうこと。実際はそんなことないです。これ結構あの幅感覚がつかみづらい。自分の感覚でこれだったら絶対コースないにとどまってるっていう感じだと結構出てる。タイヤがはみ出てたりするね。批判しかしてないけど大丈夫。まあちょっと本物を知ってる人が言うんだからしょうがないんじゃない。それは逆にそれはみんなが知りたいことだし、設計してる人もそれ知りたいんじゃないかな。そうだね、うん、スーパーオメラ乗ってる人なんて本当に数限られてるわけだから。そんなに閉鎖的なシリーズ。これね、ゆっくりのとこはいいかも。今みたいなヘアリンみたいなとこのスペアリングの感覚は悪くない、結構重くなるし、ただハイスピードに行くとなぜかふわってなっちゃう、っていう感じが、全然ふわふわだもん。ふわふわなのにその遠赤乗った時のフィードバックだけあるから、それだけ。ブレーキはなんかこっちの方がいいかも。 F1 2019 より、あ、この制動距離感が短い感じがすごい、まあ、まあまだ近い言うて僕の方が速いですけどね。マジ41秒でしょ、だってしょぼしょぼじゃん。
これ38秒とかだったっけ、確かもっとかな。この間だってレッドブルのなんとかチャレンジでミディアムタイヤで38秒だったもん。やっぱこれはやり込んだもの勝ちだよね。そうそう、このゲームに合ったとかしてやりの切り方とか、ここもそのイン側のパイロン飛ばしながら走るみたいな。ああそう、速いな。38って言った？38。ここもなんかトップの人をキュッキュッって切ってましょうね。そうそう、そういうなんか切り方は、ね、なんかそう思った感じと違う挙動だとだんだんイライラしてこない。うん、なんか F1 2019となんかそこが全然違うんだよなと思って。え、どっちがいいんですか？僕は F1 2019の方がなんか走りやすい。そうですね、ステージングはそうか。ブレーキはこっちの方が好き。ブレーキそこまで攻めないし。あ、いやいやいや、これで日立もスポンサーになってくれるかな。日立え、38秒。マジで38秒。うん、一度頑張ります。どこと争ってんの。いや、それは負けられない。コメントで4年に負けとるやんって言われるだけ。説得力ないなっていう。知ってれば知ってるほど速く走れないんじゃないかな、このゲームは。ヒント言うと、出口なんか全開だから。はぁ、マジ。そうそう。まあ僕はさすがに全開では曲がんないけど、ちょっと戻すぐらいに見ちゃう。あ、その速い人は、うん、速い人はもう全開で言ってたから。どうどうしてくれ、本気で上に切るんだから。スーパーソフトでしょ、多分。ミディアムタイヤでしょ。
38秒34それだから僕じゃない素人にコンマ1だっただけでそれはないでしょまあこれが逆にまずいでしょ。レベルでしょコンマ1秒差が俺ちょ普通出れるじゃんどうでしたかグランツーリスモ、パーテックでやったら、まあ、どっちかというと2019のが僕は好きですけど、今のなんでかっていうとハンドルがちょっと変、そのフィードバックの情報がこうアングル的にここはすごいこのアングルは結構ちゃんとしてるのにここだけ何もないみたいな、うんうん、ハイスピードとかスロースピードで全然違ったりするからその辺がもうちょっとアジャストしてたら結構いいのかなと思うけど、うん、ブレーキに関してはこっちの方がなんかこうボーンって踏めて止まってっていうのが好き。車のそのなんかべったりした挙動はちょっとべったりしすぎかなちょっとのぺーっとしてて、うん、オーバーステアの感じもなんかもうそれもスイッチオンかオフみたいな、うんうんうん、どっちかというとそういう意味なんか F1 2019みたいにこうカウンターがわって当たるみたいなのもそんな感じじゃないもんね、うん、ブレーキはいいけどそれ以外はちょっと踊ってるというか好み方向性が違う、うん、そうじゃあ結構 F1 2019はいい線いってるということですね。じゃあファナテックを使うとそうですねこの間はいまいちかなっていうかなりその良さを引き出せるんじゃないですかこれで、うん、まあ、まだもちろんね2020に期待したいとこはいっぱいあるけど、うん、F2 マシンも結構いい感じなんです。F2 マシンはひどいあんな曲がんなくないねやっぱりファナテック使っても妙に曲がんないあれはあれの走り方があってそれにやっぱ8時間ぐらいかかったかな。トップの人たちはその走り方を心得てる実車とは違う。ただいいとこはなんかレースとかしてたらデグラデーションもあるし、うん、ピットストップもできるし、うん、本当本物と同じように戦略もなんか本物っぽいよね。そうそうだからそれはいいなと思うし、うん、DRS ももちろんそれでキツネカレーもあるから絶対多分遊びでもやるのはいいと思うんだけど、うん、僕らみたいなプロが練習でやるのも無駄じゃないと思う、うん、ってぐらいのレベルちゃんとこういうあのいいやつ使えばあるやつとペダルのこれちゃんと角度つけてはいはいでもやっぱりポジションから入りましょうよ。本当にポジションねいいシートを変えばそうそう、はい、いいんですけど、うん、やってればもっと実際の足はどんな感じなんですか。ちょっとこんなもんじゃないでもっと寝てるしこれさっき寝てないって言ったじゃん。この膝の角度あるじゃないですか、はい、これがもうちょっと僕は曲がりたいんですよ。おうおうこのぐらいかイメージで。じゃあお尻はもうちょっと寝て足をもうすぐまっすぐって感じ で、ねはい、で今これブレーキ踏むとこうやって、はい、かかとが上がっちゃうじゃないですか、はい、もう全然踏ん張りが効かない、はい、ちょっとあのクレームですファナテックさんに言っときます。いやいやいやいいシートが欲しいですね。このあとね、はいはい、じゃあ12月に戻ってくる時までに、そうですね、なんとかしておきましょう、はい、次はじゃあ本当に F1 マシン乗った後にそうアブダビで F1 乗った後にそうだね、2020年型とここ違うねっていう2020年型レッドブルかアルファタオルか分かんないけどそのソフトを、ね、まあそれなりのイメージ2で今年はね頑張らないF2 マシンの評価だったら嫌だね頑張ります、はいはい。